proudly we hailed at the twilight's last gleaming. やあみんな、キャバリアって知ってるかい？アメリカじゃみんな知ってる。もちろん僕もお気に入りの車だ。そのキャバリアが右ハンドルでいよいよ日本に登場だ。トヨタと GM が作った初めてのトヨタブランド、ザ・アメリカの走りを早速感じてみよう。まずはエクステリアからだ。アメリカを代表するスポーツといえば、なんといったってフットボール。そのアクティブで華麗な姿を彷彿させるキャバリエクープのスタイルはどうだい？おっと、バスケットボールも忘れるなって。うん、それならこれはどうだい？キャバリエセダン、フットワークの良さは抜群だ。いかにもできそうな顔してるだろう。スタイリッシュなキャバリエはどうだい？でもそれだけじゃないぜ。このキャバリエはスタイルはこんなにキュートなのに、エンジンは2400ツインタン、しかもトルク。アメリカの雄大な土地を捉えるパワフルな心臓を持っているんだ。何？パワーはいいけど乗り心地はどうだって？もちろんキャバリエならフラットな走りで応えてくれるのさ。縛ったボディにパワフルなエンジン、気軽にどこへでも行ける使えるやつさ。アメリカの安全基準が世界トップクラスの厳しさだって知ってるかい？最近日本で話題のエアバッグもアメリカじゃ随分前から当たり前なんだ。もちろんキャバリアはデュアルエアバッグ標準装備。まあそうだ、ちょっと見て、ほらね。のわあ、ありがとう。バイバイ。じゃあね。大切な人を乗せるならキャバリエで安心してわ。わかった？あら。まいったね。キャバリエはさらに ABS 標準装備。装備はシンプル。だけどセーフティーは徹底的に追求する。これがアメリカの常識なのさ。
ポーティーだけどとってもユースフルなキャバリー、使い込めば使い込むほど道具として応えてくれるのさ。君のスタイルに合わせてザ・アメリカの走りを手に入れよう。今までの日本の車にはなかった走りを味わえるキャバリエ。まあとにかく乗ってみなよ。2400ツインカム、デュアルエアバッグ、 ABS、 これはスペックじゃない、アメリカの考え方そのものなんだ。ノート、大事なことを忘れてた。あとちょっと来て。このキャバリエ、日本じゃ全国のトヨタがサービスやメンテナンスをしてくれるんだ。なおさら安心だろ。じゃあねー。